はい、勝手に知恵袋なんですけど、勝手に知恵袋をサボりすぎて、ネタが、ネタが全然、さっき検索したらネタが全然なか一個しかなかったんや。もう、巨匠も来てくれてないね。これはまずいと思って、やらなあかんと思って、ちょ、今日一個やけどやるわ、とりあえず。ちょ、サボりすぎたじゃん。それみんな、モチベーションが下がるよね、やらへんから、うちが、その、と思ってさ、やりますわ。もう一個しかないね、今。ちょ、用意ができた 用意ができてなかったもう一個だけですなのでネタは大津彩香党首が衆議院選挙に出る宣言しましたがワンちゃん当核あり得るんでしょうか民粛党の時代に日本は突き進むんでしょうかあるかもしれんなワンちゃん <laughs> ワンちゃん当核当核あり得るっていう言い方がちょっとおかしいけどな当選あり得るやんなこの場合はうん <laughs> 民粛党の時代に日本は突き進んだらある意味おもろいけどな、うん、どうなんやろな歯が痛い人が政策第一思想。 あなんのかな誰が第一章なのかなマッチョがなるんかなっていうっていう質問なんですけど答えが1個だけありますね巨匠じゃなかった残念ないと思います前回の衆議院選挙立花しの知名度と伝え続けてきた NHK をぶっ壊す信念をもってしても0議席でした当人も取れるとは思ってないですよ比例の得票率で政党助成金に影響が出るので候補者立てましたからみたいなこと言ってました参議院議員選挙では全国区の比例票で議席狙って取ってますから で、大津彩香は何を掲げてどんな活動してます私は知れませんが NHK 党の党首になって好き勝手やって散在して職務放り出すように橘隆に返して橘隆に訴えられてるだけでしょ誰が応援するのさ信者だけでしょってことで落選は確定ですお疲れ様でした100%ごもとも100%もうグーの音も出ない答えですねこれなんでもその通り過ぎては面白くないっていう <laughs> これが巨匠やったらもうちょっと違う答えなんやろうなぁと思うんだけどな。100ごもう100%ゴモットもやけどね。でも、ゴモットもすぎて何も言うことがないという。おもろないですって言ったか。別にこの、知恵袋はうちのためにあるわけではないので、うん、マジレス面白くない。もう、巨匠の答えがいかに面白いかというのがよくわかるよね。巨匠帰ってきてくれ巨匠 ごめんごめん。あの、今までも、知恵袋をサボりすぎて、みんなやる気が、やる気がなくなっとる。<laughs> まっとうな回答、ないと思います。そうやな前回の衆院選挙。まあ、衆議院は難しいってことやねんな。だから、立花さんでも、無理やったで。党にも取れるとは思ってないですよ。比例の得、影響してくんにゃ。衆院制の得票率で。うーん。まあ、NHK 党の党首にはなってないな。確かにな。うん。 それはそうやな。参議院選挙では全国の比例票で議席狙って取ってますから。で、大津彩華は何を掲げてどんな活動をしてますそこなんよな。なんか最近さ、味噌汁にー、ミソにって言い出したわね。うん。なんかな。<laughs> かガリニさんの動画見てたらそれを言ってたけど、味噌汁にー、ミソに言い出して、<laughs> なんやろ。その、あ、なるほど。あ、全くそうやなと思ったんがさ、同感やなと思ったんが、味噌汁に言って、言いがちやんフェミニストさ、 ミソジニーガーとか、ミソジニーガーとか言い出して、ミソジニーガーミソジニーガーとか言い出す。それはどういうことミソジニー言ったら、だから女嫌いってこと簡単に言ったら。それ逆がミサンドリーなんやけどさ。女、女像をしてる男いるじゃん、うん、女像をしてる奴が。そういう奴らのことを。 なんか、女、う、が、んね、食うだからダメなんだよとかいうやついるやんか。まあいるやん、実際にそういうやつは。なんか2ちゃんの女叩きのりをそのまんま現実世界に持ってきてるようなやつさ。まあそういうやつはおんねんけどさ、別にそんな密スソになんてそうそうおらへんやん。別に。 ミソジニーって言いたいだけなんやろうなと思うけどな。ミソジニーの呪文を覚えてしもったんやけどさ。なんガリニさんが言ってたことで、そうやなと思ったんが、ミソジニーっていうことで、私は女だからこんな叩かれてるんだっていうことにしたいっていうさ。そうそうそう,そう。そうま、さらに、だからそれ、大津さんに限らずさ、あのー、フェミーは大体そうやね。でもあの、大椿優子さんはもう、 なんかさ、私が女だから批判してくるんでしょみたいなことで、その、自分じゃなくてもさ、女の議員とか女の政治家がさ、なんか戦われたりさ、女だから叩いてくるんでしょがすぐ言うけどさ、そうじゃないっちゅうねんな、別に。で、だからミソジニーを言い訳にすんのな。だから、女だから叩いてくるんでしょうっていうのを、だから、自分が、だから私は悪くないんだ。私が女だからこいつらは文句言ってくるんだ。って思う。 思い込みたいのよね、うん、要するにさ。それはもうだから大津さんもそのミソジニーの罠にはまってんなっていうようなことをガレニさんが言ってたんやけどさ、あ全くそうやなと俺思ってさ、俺は俺はフェミニスト撲滅派やからさ、ガレニさんはフェミニスト、フェミニストって,ってか。 まあ、ジェンダーのことについてはあれみたいだけど、俺とはちょっと考え方違うんだけど、俺はフェミニストは撲滅すべきだと思ってるんで、<laughs> フェミニストを撲滅すべきっていうかさ、だからその、間違って、 自分のことフェミニストとか言ってる奴らはさ、なんか、その、そ、そもそものフェミニズムを歪めとるし、そもそもお前らこそさ、ただのなんか男嫌いやんけとしか思えへんしな。マジでさ、男になれよ。美人レイクを隣れた。うん、ま、あれは、それは言うたるな。<laughs> そうお前だから叩かれそう、大椿様にしてもさ、大津さんにしてもさ、だから、おんだ ね、大津さんもさ、なんか、まあ、叩かれてることは分かってるやろうからさ、自分だから、ね、私が女だから叩かれてるんだにシフトしてきたんやなと思ったら。 なるほどなって、そうやなと、納得しましたよ。マジでそいいよね。そうやってさ、逃げ道っていうか、自分の心の中身に、心の中に逃げ道を作れるやつっていいよね。うん。<laughs> でもまあ、ここはおっさんが多いと思うんだけどさ、おっさんがさ、俺はおっさんだから叩かれてるんだとか、別に思わへんやんかさ、なんか俺は、俺は俺だから叩,叩かれてるんだとか思うわけやんか。まあ、男でもなんかお、男でも私は悪くないの考え方や、のやついるけど うね。田島先生亡くなったってここで言われてたけどまあデマみたいですね、まあ、誰かが言ってたけどね、うん、一ん1ミンツク0 0 0 1 0 0私は悪くないわまあ女性に限らず男にもいいんだけどさうんまあそれをなんかミソジニーのせいにできるのがまあいいよねうんそのカレーは中辛さんの言うことはまあ読まない <laughs> 読まないアランドローンは亡くなったよね

フェミの有名人は、上野教授もいるけどさ。田島よこ先生じゃない一般的に知られてフェミは。うん。名作ですよね。アランドローンはいいねんけどよ。っていうことですよ。まあ、フェミ、フェミ、フェミ的なことを言い出したら終わりや。ほんまに。特にその、政治家、政治家がフェミ的なことを言い出したら終わ,終わりやと思うわ。政治家じゃなくてもそうなんやけどさ。うん。なんか偏、偏ってるとからなんかもう、物事を歪んで撮ってるってことだからね。 フェ,ミニフェミニズムとか言ってる段階でさ、うん、マイク・ムケンナーさんはフェミニズムの味方らしいですけど、うん。発覚俺のことをアンチ・フェミニズムって言ってたけど、うん、そうやで。<laughs> 当たり前やけ、そんなもん。フェミニズム、フェミニズムとか言ってるやつなんてクソに決まっとなんやけ、そんなもんよ。なもん。だって言うてることがおかしいに、ね、ゃ、もんそんなもんさ、ほんまや。終わりやね、そんな言い出したら。うん、特に。っていうことですね。 じゃあ,あの頑張って知恵袋をやっていきますので巨匠をはじめ <laughs> 知恵袋ファンの皆様質問と答えをお願いいたしやすうん今日はこれこれで終わりです知恵袋は知恵袋終わり辻元蓮舫とかのあの辺なね自民党の 女性議員はそんなこと言わへんやろフェミニズム、フェミニズム的なこと言わへんやん。うん。で、むしろさ、なんか女性議員を増やさなければならないとか言ってるさ、その今、ゲインさんが言ってるようなさ、フェミ系議員と塩村彩香とかな他に。塩村彩香とか塩,塩村彩香とかさ、いるけどさ。んでさ、ほんでいざな、例えば高市さなえさんが、 総理大臣になるかどうかみたいなことになったらさ。で、お前らさ、その、女性の総理を出そうとか言ってんちゃうわけそして、じゃあ高市さんがなればいいんやねって言ったら、それは違うとか言い出すんやろ。<laughs> ほんまに。自分らの都合のいいことばっかり言うよね、だから、うん。ねじ曲げ、ねじ曲げ。うん。とかさ。しまったね、巨匠。ちょっと、知恵袋をサボったもんやから。あれかな、お盆やから忙しいとか、やったらいいのよな。お盆が開けたら帰ってきてくれたらいいのにな、巨匠。 そんなわけでチ、えーフ袋終わりです。